はい、というわけでどうも。はい、というわけでどうも。はい、というわけでどうも。と、どうも。でん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 。初見の皆様、そして、いつも見ていただいてる皆様、お帰りなさいませ、ご主人様。はい、というわけでどうも、マルトラです。今回はゴン&キロ扱っていこうかなと思うんですけども、今回の大英雄祭にて登場した新キャラになっております。このゴンキルはね、まあ、火力要因じゃなくて、どっちかって言ったらサポート要因になっているんじゃないかなと思いますね。必殺でバフ解除&ダメージ軽減という結構優秀。ただ火力が385っていうね、まあ、補助要因にしてももうちょっと火力出てくれたらいいんじゃないかなと。これやったらもうただのガチャキャラと変わらないんで、もうちょっと 400%無凸状態で乗ってほしかったなっていうのが正直な気持ちかな。うん。で、友情技が、プチ変換&プチ変換&プチ変換と、プチ変換。ガキ扱いすんな。んでもって、高速軽減&バフ&4と9ターン目にタップ数プラス1。これがめちゃめちゃ欲しかったんですよ、僕。しかも緑属性というので、僕ね、緑属性がね、ナルサスとかサルとかいて、まあまあ、めっちゃ強い感じになっているので、これはぜひとも欲しいなと思ってたんで、使っていこうかなと思います。挑んでいくダンジョンは、久々に、パトリ、超究極級、いきます。サンドバッグで、まあ、適当に殴っていくのもいいかなと思ったんですけども、このパトリね、今回のネテロ会長の介護官なんですよ。だからまあ、ここ、言うて、いい感じに、このゴンキルの強さを発揮できるんじゃないかなと思ったんで、ぜひとも、使ってみようかなと思います。このゴンキル、バフ解除を持っておりますので、ここがね、地味に優秀。しかも数値の高い順に1個解除っていうのを持っていますので、だから確定で高いやつを解除できるんで、まあ何でしょうかね、今回のネテロ会長みたいに 200% と 5% があったとしても、その 200% の方を確定で除去できるという優秀さ、めちゃめちゃあるんじゃないかなと、思います。演出見ようかなと思ったんですけども、まさかのゴンキルで必殺割っていなかったというね、どこ見とんねんおまんはというガキ扱いすんな。で、このパトリに関しては、まあ、高速軽減使ってくるんですけども、あんなね、ネテロ会長みたいにバカほど使ってこないんで、まあ、攻略は別に、メインキャラ全員、高速キャラ連れていったら余裕で勝てるんじゃないかなって、個人的には思っているんですけども、まあ、適当に、ジェーン！んで、演出見ていこうかなっていう風に思っております。演出がね、めちゃめちゃいいんですよ。僕、ハンターハンターアニメ見た身からしたら、このシーンあったなぁという、昔懐かしい感じではなく、最近見たんで、あーっていう感じではあったんですけども、はい。まあ、ガキ扱いすんな。このね、ゴンがね、このなんていうの？このなんていうの？顎触ってるこの感じのポーズ、よう真似しましたわ、写真で。はい。ダメージ以下ほどというわけで、はい。19,900 というわけで、そうなんですよ、2万乗らんねん。まあ、ここがね、火力要因じゃないからしゃあないやんって言ったらそれでおしまいなんですけども、でもね、火力要因じゃなくてももうちょっと出てくれたらいいんじゃないかなと僕は思う。んーで、ここゴンキル、ダブルタップを発動されていきまして、こんな感じで一手多く発動できます。まあこれ優秀やね。うん。だから逆に言い方変えれば、4ターン目と9ターン目以外はダブルタップじゃない、まあ、普通のタップなんで、だから9ターン目以降になったら全く特性が意味をなさない、特性持っていないのと一緒になるんですよね。まあ、耐性ついてるんであれなんですけども、それだけなんで、だからね、まあ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 、っていう感じである。だからまあ、言うて、決闘用かな。イベントではまあ、バフ解除持ってるし、優秀なんですけども、それやったらまあ、重ね掛けしている、ムイムイとか、まあもちろんのごとく、必殺レベル貫突まで持っていったら十二分に強いと思うんですけども、貫突まで持っていく意味はね、個人的にはあんまないんちゃうかな。まあそれやったら、もっと強い、限定キャラクター緑でいると思うからっていう感じはあんねんけど、
あのこのさ、今回のというかあのジャンプチの、キャラのそうなんていうの、限定キャラと超究極の対象ってだいたいなんか戦ったもん同士的な感じじゃないですか。例えばこのパトリやったらツイートなのは無名斬り使った、闇団長とかは、僕ブラクロ知らないんでそうなんかどうかもよくわかんないんですけども、まあ多分そうやと思うんですよね。なんかそんな感じで今回はネテロ会長が、登場したじゃないですか。でもさ、ネテロ会長とこのゴンキルって戦ってないやんな。キメラアント編の誰がしとなんか戦ったイメージがあるんで、オートバグっていきましてあんねんけど、そこがなんか原作では僕アニメしか見てへんから、アニオリかなんかでそこねじ曲がってんのかな。アニオリってやな、あのジャンプ作品あるあるやから、まあその辺がよくわからへんねんけど、まあ2ターン目じゃなくて2ゲージ目パトリ、衣装をまとって本気出してきたというね、そういう状況になっているんで、ぜひとも僕もタキシードを着て後編進行だと思うんですけども、まあ別に相手さんが衣装直ししたからといって、まあ、特別綺麗になるわけではなく、まあ普通に、ここもやっていったらいいんじゃないかなと、思われる、まあ、ユーハバッハも発動していきまして、で地味にね、このああ9ターン目ナイス、こういうムーブできんねん。一旦つなげてゴンキルでもう一回割るんで、安定して、相手のバフを1個解除できるっていう、そういうムーブもできるんで、まあ優秀っちゃ優秀じゃないかなと思いますね。まあ弾食わそうかどうか結構悩んでんねんけど、これから多分僕決闘でめっちゃ使うと思うから、限定闇団長、まあ僕緑属性の4枠目って言ったら、僕今現在限定闇団長なんですよね。限定闇団長より多分使う頻度はこれから多くなってくると思うから、どうしようかな、弾食わそうか、ここめっちゃ悩んでるんですよね。次盤面破壊飛んでくるんで、盤面回収全回収していきまして、結構悩んでるんですよね闇団長と。まあ闇団長の方が火力出るのかなとは思うねんけど、まあこれ多分明日明後日ぐらいに決闘で使ってみた動画出そうかなって、まあ個人的には思ってんねんけど、レジェンドをね数回発動できる優秀さがあるんですよね。ここがまあ闇団長との、差別化図れるところだと思ってるんで、だからどっちがいいんかね今現在よく分かっていないねんな。タンネズ僕持ってないから、今この緑属性の、まあバージョンタンネズと、おおここに関しては、まあ、適当にも余裕やな。僕的にもうちょっと手こずるかなと思ってたんですけども、まあまあ余裕にクリアできるんじゃないかな。ここは適当に、マゼラン発動していく。僕、昨日、ネテロ会長の動画出したんですけども、マゼランとさ、マダラってさ、ごっちゃならへん。僕、両方とも知らんねんか。マゼランもマダラ、マダラも。なんか、皆さんも今口ずさんでみて、今どこにいるか知らんけど、みんな公園やったら公園で、トイレやったらトイレで、今大声で言いましょう。マゼラン、マダラ、どう？マダラのラーで止まることできる？止まるんじゃねえぞ。今回ゴンキル使っていったんですけども、まあ十二分に使える。普通にバフ解除持ってるし、決闘で結構進化発揮するんじゃないかなと思います。